はい、皆さんどうもこんにちは。近畿経済産業局産業技術課の米田と申します。本日どうぞよろしくお願いいたします。このパートではですね、ものづくり補助金について説明をさせていただきます。ものづくり補助金につきましては、革新的なサービス開発や試作品開発、生産プロセスの改善といったですね、取り組みを行うための設備投資を支援する、そのための補助金となっております。大きく分けまして2つございまして、1つがですね、主に中小企業が単独で実施をするものづくり商業サービス生産性向上促進補助金でございます。もう一つが、複数の中小企業が連携体となって実施をするものづくりと高度連携事業再構築促進補助金というものがございます。ただ、後者のですね、連携体と、こちらで取り組む方につきましては、まだ事業の詳細の方が固まっておりませんでして、公募の時期も未定となっております。ですので、本日の説明会では、前者の単独企業で申請をいただく方について説明をさせていただきます。まず全体像をお伝えをしますと、取り組みたい設備投資の内容に応じまして、通常枠、回復型賃上げ雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠、グローバル市場開拓枠の5つの類、枠の方に分かれております。一番シンプルな通常枠で申しますと、補助率が中小企業ですと2分の1、小規模事業者でしたら3分の2となっております。補助上限額は、従業員の人数によって異なってまいります。この補助金をですね、活用することで生産性を高めていただいて、賃上げにつなげていただくということを期待をしておりまして、限られた予算の中でより多くの雇用者の方の、賃上げに寄与するために、従業員規模に応じた、750万円から1250万円の補助上限額という形で設定をしております。次にですね、これら5つの枠に共通する要件を下の枠囲みの方で記載をしております。まずですね、申請対象でございますが、中小企業者であれば組合も含めて対象となりますが、みなし大企業、財団、社団法人、医療法人、また法人格のない任意団体というところについては対象外となりますので、ご注意ください。対象経費と基本要件につきましては後ほど説明をいたしますので、次にですね、申請時期でございます。申請時期は年度内に複数回の締め切りを設けておりまして、年度をまたがっての実施も可能となっております。現在ですね、第14次の公募が1月11日から公開をされておりますので、ここからはですね、第14次の公募要領の概要版を見ていきたいと思います。第14次公募ではですね、従来のものづくり補助金から大きく3点変わっております。グリーン枠の拡充、海外展開支援の強化、大幅賃上げにかかる補助上限額引き上げの特例ということで変更がございました。この点に関しましては、後ほど詳しく説明をさせていただきます。で、次のページのところについては一旦割愛をさせていただきまして、申請に必要な書類を見ていきたいと思います。こちら画面に投影しておりますが、01から05までが全ての申請者がご提出をいただく書類となっております。06以降につきましては、従業員数や申請する枠によって、提出が求められるという書類になっております。いずれもですね、電子申請にてご提出をいただくということになっております。続いて事業計画について見ていきます。そもそもですね、ものづくり補助金でどういった事業計画を策定する人、作成する必要があるのかというところですが、事業計画では、付加価値額と賃上げに関する要件を、満たす計画を立てていただく必要がございます。3つのですね、基本要件というものがございまして、事業者全体の付加価値額を年率平均 3% 以上増加、給与支給総額を年率平均 1.5% 以上増加、事業場内最低賃金を地域別最低賃金プラス30円以上の水準にする、これらの要件をですね、3から5年かけて実行をいただくという形になっています。補助事業実施後にはですね、フォローアップ調査というものを行いまして、要件に達していない場合については補助金を一部、事後的に返還いただくというケースもございますので、ご理解いただければと思います。
対象経費につきましては、今画面投影している経費につきまして、幅広くご利用いただくことが可能となっております。ただし、こちらの補助金につきましては、生産性向上を目的とした設備投資を支援する補助金でございますので、必ず1つ以上、単価50万円以上の機械装置等の設備投資が必要となってまいります。ではですね、ここからは通常枠以外の各申請枠組みの概要について説明をさせていただきます。まず回復型賃上げ雇用拡大枠デジタル枠につきましては、一般枠と比較すると補助率が3分の2と優遇されております。まずですね、回復型賃上げ雇用拡大枠ですが、こちらにつきましては業況が厳しい中でも賃上げ雇用拡大を頑張りますよと、そういった事業者様が対象となっております。具体的には前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること、並びに事業常時使用する従業員がいる事業者様といったところが対象となってきます。通常枠よりもですね、賃上げ雇用拡大により厳しい要件を課すことで補助率を優遇をしておりますので、目標を達成できない場合につきましては補助金額全額の返還となってしまいます。続いてページ右側のデジタル枠についてでございます。申請要件としましては3つ記載をしております。特に見ていただきたいのが1点目の要件でございます。DX に資する革新的な製品サービスの開発等を行う事業者、ということが求められております。デジタル枠ではですね、単純に、デジタルスキャナーを買いますであったりだとか、もう紙で管理していた帳簿を Excel 管理に変えますと、ただそれだけなんですといった、そういった申請につきましては、対象外となってしまいますので、その点ご注意いただければと思います。続いて、グリーン枠について紹介いたします。こちらのグリーン枠につきましては第14次公募から内容が大きく変わっております。今回からですね、新たに温室効果ガス削減の取り組み状況に応じてエントリー、スタンダード、アドバンスの、3段階の設定を行いまして、補助上限額が750万円から最大4000万円という設定になっています。またですね、グリーン枠の独自の追加要件につきましては資料の下側に、3点記載をしております。一番左のですね、要件につきましては、例えばですね、環境性能に優れた製品サービスを開発しますであったりだとか、複数ラインの作業工程を集約高効率化しますといった申請が対象となってきます。次のページの、グローバル市場開拓枠につきましては、補助上限額が従業員規模によらず一律で最大3000万円となっておりまして、対象経費としては通常枠の経費に加えて海外旅費といった経費も認められております。またですね、記載の通り4つの類型があるんですが、今回第14次公募の方からこれまで別の補助金として執行しておりましたジャパンブランド育成支援事業を統合、いたしまして、新たに海外市場開拓ジャパンブランド類型というものを設けております。従前のですね、ジャパンブランド事業からどのように変わったのかというところにつきましては、後ほど当局の、地域ブランド展開支援室の方から紹介させていただきます。続いて今回からですね、大きく変わったポイントが3点あると申し上げましたが、こちらが3点目の変更ポイントになっております。先ほど4ページで見ていただいた基本要件に加えまして、給与支給総額を年率平均 1.5% 以上増加に加えて、さらに年率 4.5% 以上括弧合計で年率 6% 増加、また、事業場内最低賃金を地域別最低賃金プラス30円以上にすることに加えて年額プラス45円増額と、こういった大幅な賃上げを行う場合に特例として補助上限額を100万円から1000万円引き上げることができます。ただですね、追加要件が未達の場合につきましては返還規定もございますので、その点ですね、十分にご理解いただいた上で、ご理解いただいた上で、可能であればチャレンジをいただければなというふうに思っております。次のページの方がですね、審査についてでございます。審査項目は技術面、事業化面、政策面の3点となっております。申請枠によってはこれらに加えて D から F の項目も審査がされます。公募要領にですね、詳しい記載ございますので、申請書作成にあたりましてはこれらの項目を意識して、申請書作成をいただければと思います。
第14次公募のですね、スケジュールといたしましては、現在公募要領が公開をされておりまして、3月24日から申請の受付が始まります。4月19日までに申請書をご提出いただくようお願いをいたします。すべての手続きは 100% 電子化されております。申請にあたりましては GbizID の取得が必要となりますのでご注意ください。なおですね、公募自体は、年間通じておおむね3ヶ月に1度ずつ実施をしております。事業計画に合わせて適した時期に、ご申請をいただければと思います。あとこちらにつきましては、事業終了後の、フォローアップスケジュールを記した、参考資料となっておりますので、お手すきの時にでもご一読いただければと思います。ではですね、以上をもちまして私の説明を終わらせていただきます。ご不明点等ございましたら、こちら、記載の問い合わせの方にですね、問い合わせ先の方にご連絡をいただければと思います。皆様どうもありがとうございました。地域ブランド展開支援室の坂巻です。本日はよろしくお願いいたします。先ほど、説明がありました通り、長年ですね、中小企業等の海外展開を支援してまいりました、ジャパンブランド、育成支援事業につきましては、ものづくり補助金の、グローバル市場開拓枠に統合されることになっております。その拡充されたですね、グローバル市場開拓枠について、補足の説明をさせていただきます。まずですね、昨年の12月から始まっております、新規輸出中小企業1万社支援プログラムの一環としまして、ものづくり補助金におきましても、今までのグローバル展開枠を、グローバル市場開拓枠に改めまして、支援内容が拡充されております。具体的には、補助加減額が100万円に引き下げられており、申請事業者の方が利用しやすくなっておりまして、ジャパンブランド補助金を統合した、丸に、海外市場開拓ジャパンブランド類型におきましては、ブランディングやプロモーション等に要する費用が補助対象経費に追加されております。そのことによりまして、ジャパンブランド補助金と同じように海外展開に必要な、例えばパンフレットや動画撮影などの広告宣伝費、海外展示会出展のための出展料や通訳費などに活用することができます。なお、単価50万円以上の設備投資は同じように必須となっておりまして、旅費等の経費につきましても、今回上限が設定されておりますので、詳細につきましては公募要領で確認いただければと思います。次にジャパンブランド補助金との、比較について説明いたします。まず、補助対象者の範囲につきまして、1つ目の中小企業小規模事業者につきましては、特段変更はございませんが、2つ目組合関係につきましては、ジャパンブランド補助金におきましては、例えば森林組合、漁業協同組合、農業協同組合、商工会議所、商工会さんなどが、補助対象となっておりましたが、今回ものづくり補助金におきましては対象外というふうになっております。次に補助対象経費につきまして、ジャパンブランド補助金が左側になります。で、右側が今回のものづくり補助金となっておりますが、そのジャパンブランド補助金で、補助対象となっておりました経費のほとんどが、ものづくり補助金においても対象となっております。またテスト販売につきましても、海外市場開拓ジャパンブランド類型のみ 対象となっておりまして、そのテスト販売として、認められる経費につきましては補助の対象となります。一方でマーケティング調査費については対象外となっておりまして、というのも、このグローバル市場開拓枠の申請に際しては、海外市場調査報告書の提出が必要となっており、具体的な想定顧客等について、事前に申請事業者が把握できているということを、示していただく必要がございます。
また、海外展開の専門性につきまして、ジャパンブランド補助金におきましては、海外展開のスキル、ノウハウを有する支援パートナーを活用しないといけないという制約がありましたが、ものづくり補助金では自分たちで遂行する能力がある場合は、外部専門家等を活用する必要はありません。ただし、自分たちで遂行する能力を有さない場合は、外部専門家等の活用をしていることが、要件となりますのでご注意ください。最後に、後ほど説明があります、新規輸出中小企業1万社支援プログラムにつきまして、専用のポータルサイトにおいて登録を行い、ID を取得している事業者につきましては、このグローバル市場開拓枠2番の海外市場開拓ジャパンブランド類型に限って制作過程が措置されることとなっております。以上で説明を終了させていただきますが、ご不明点等につきましては、先ほどの資料にございましたものづくり補助金事務局サポートセンターまでお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。念のための確認ですが、坂本さんすみません、ジャパンブランド補助金はもうなくなってものづくり補助金に移管されたということでよろしいですか。はい、その通りでございますので、これまでジャパンブランドの補助金を、申請されてた方々であったり、これを申請しようかなと狙っておられた方は、このものづくり補助金の、ジャパンブランド枠、今坂巻よりご説明いたしました、補助金の方を、チャレンジいただければと思います。